下野ひろと梶裕貴のラジオミスティ。ここからはインターコミュニケーションズの作品情報になります。今週のタイトル情報ページには、別れる二人の愛の劇場より松田ビルのキャストコメントが流れております。どうなのよ全員松田ビル声優だったからね。そういうことだね。そうでしたね、うん。そんな僕が出ていない、皆さんも興味津々な別れる二人の愛の劇場、はい、こちらの方ですね、お便りが届いているので紹介していきたいと思います。ありがとうございます。ミスティーネームジョズさん、ジョズさん、いただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。下野さん、梶さん、辰久さん、梶さん、初攻めおめでとうのこんばんミスティ。こんばんミスティ、ややこしいな、最近初めての、ミスティ友達ができました。ぶったかだな、おい。いや、まあちょっとこれがね、やっぱミスティはすごいですね、海外でもミスティを聞いている人が大勢います、海外、この方はあれですね、多分アジアの方ですね。あ、本当だ、ありがとうございます。その他にもですね、ミスティネームアランさん、ヒロタン、ユータン、タツン、こんばんミスティ。こんばんミスティ。タツンがゲストで来るということで、ぜひ聞いてみたいことがあったのでメールさせていただきました。何でしょう。今回別れる二人の愛の劇場でユータンが人生で初攻めだということだったんですが、栄えある初攻め相手に選ばれた感想をお聞きしたいです。また収録前でしたらユータンに言っておきたいこと、収録後でしたらユータンに攻められた感想を教えていただけるととても嬉しいです。まあそうですね、あの収録はもう終わってしまったんでね。終わりましたね。ちょうど知らなかったんですよ、あの初攻めだったっていうのは。全然知らなくって普通にプレイいたしましてですね。いたしましたね。そうですね、それを聞いた後に思ったのは、あ、美味しかったなと。あ、美味しかった。優しく僕はもう包み込んであげる感じで食べちゃった。美味しい、俺が味わう側だったんじゃないのかな。あれ、僕も美味しくキュッキュキュッキュ締めてあげる。そう、いやでも俺もきつかった。スタッフから聞いたけど、なんとなくカジ君が責められてるみたいになってたよね。そう、なんかね、これおかしな話なんですけど、まあ僕は受けだったわけですよ、で受けでインサートされるわけじゃないですか、要するにこっちの方が気持ちよくなるわけですよ。まあもちろん入れてる方もそういう気持ちはあるかもしれないですけど、だから自分の方も気持ちは高ぶってるはずなのに、カジから漏れ聞こえてくる声を聞くと、だんだん俺声出しちゃいけないのかなって思えてきちゃう自分がいて、いや違う、俺ダメだ、俺が出すんだと思いながら、もっと出してくれたんですよね。そう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 、そう、より俺は気持ちよくなろう。それを聞いてこう先輩の優しさをすごく感じましたでもほら、別にインする方だって気持ちいいわけだからさ。そうそうそう、そう、まあ人間の大人になっていくとね、だんだん言い訳ってものがうまくなってくるまあでもほら、受け身まだ重ねるか、あの次ありましたお待ちしておりますいやでもね、なんかすごく新鮮でしたね、はい、実際僕はやってる時知らなかったから、その要するに初だとかどういうのっていうのは、別に初だからなんか変わるってことじゃないけど、でもなんかこう、あ、カジとこうやってやれるっていうのも初めてだったし、ね、メインとこうやって絡めるのも、ね、だからそれがすごく新鮮でしたね、全体的に言えたのが。で、ね、その中でやっぱり僕も随分若い方ですから、それよりもより自分よりも、まあ、ね、若いというか、はいはい、まあ、カジは下に当たりますけど、 でもそういうところでなんか出てきたカジとかと実際こう演技で絡めたりとかするっていうのは、などすごく自分の中で新鮮だったんですよ。そのめったにある光景じゃなかったので、まあ、確かに基本的にね、上の方が、ね、多くなっちゃうから、そうなってくるとやっぱりこういう風に新しい世代とも自分は絡めるようになってきたんだなって思うと、すごくちょっとあったかい気持ちになるんですね。なるほど、ある意味でね、いい話出ちゃいましたよ、ね、いい話、まさかのいい話が、そんないい話が、ね、出たところで、ね、もう一つ紹介していいですか。ミスティネームハールさんからいただきましたね。下野さん、カジさん、辰久さん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。カジさんに質問です。攻めと受けとどちらが演じやすかったですか、実際やってみて。受け受けだってそれはさ、まあ、経験が違うから、やったことなかったから、されてばっかだからさ。そうだね、もう本当ちっちゃい時、ちっちゃい時からっていうか、まだかなりこのもっと若い時、ごめん俺ちょっとそこまではちょっと組んでやれなかった。違うです、すごいな、この発言抜粋されてさ、なんかどっかにあげられたら君本当誤解受けるよ、みんな攻めがいいよはい、意外と俺どっちもよくやるから分かんないですけど。辰久さんはそうですよね、下野さんは完全に8割受けですよね。9割受けだね、どうなんですか、どっちもお仕事としてもらえればちゃんと攻められるんですか。頑張るよ。ちょっとじゃあ教えてください何をどう教えるの。本当に分かんない感じで言っちゃったんですよね。そしたらいつもの癖も出たよね。そうだね、まあ分かった、じゃあそれは今度レクチャーして、教えてあげるよ、手取り足取り腰取りな
こんな2人が出演している別れる2人の愛の劇場は絶賛予約受付中ですのでよろしくお願いいたします。来週は8月作品の本編がちょっとだけ覗ける CM をお届けしますのでお楽しみに。